肖像画でしか見たことがない武将が転機していたのも我々見ることができますので、そういったところで歴史に非常につながっている神経が甘くというまかなる願いがありますので、そういったところが楽しみの一つだと思います。じっと見つめると吸い込まれるような刀剣の美しさを感じしながら歴史ロマンに思いを馳せる、そんな美術館が明日豊ノ島に誕生します。